パフォーマンスを全国で披露している広島県のアーティストが、来月フランスで行われる日本文化の博覧会、ジャパンエキスポに参加します。今回、おさわしを使ったパフォーマンスを披露することになり、伊野町の製紙工場を訪れました。梅書家、チャドの名前で活動している佐渡ひとみさん。佐渡さんは、巨大な和紙に全身を使って舞いながら書を書く書道ライブパフォーマンスを全国で行っています。去年初めて高知を訪れた佐渡さん、高知の人の温かさに触れ高知が大好きになったといいます。この度、来月4日から7日までフランスのパリで開かれる日本文化の博覧会ジャパンエキスポに佐渡さんが参加することになり、ぜひ土佐和紙を使いたいと、今回紙の町として知られる伊野町の製紙工場を訪れました。樫木製紙は原料から製紙まで全てを手掛けています。仁淀川のきれいな水と高度な紙すき技術が生み出した土佐和紙は、地域の人が伝統を守りながらその歴史を紡いでいます。地域の人たちの思いを感じたいと、佐渡さん、紙すきに挑戦しました。道具に愛着を持つ、大事にする、知るっていうことはすごく大事なことなんだなと思っています。この人たちが作ってはるとか、この人たちが実際に、ね、材料を取ってる和紙屋っていうのがこう目で見れる、感じれるじゃないですか。でそれを知って使うとか、それをこう自分も体験してやるっていうことは、そこへの思い入れとか、こう表現できるものが全然違くなってくると思うんですよね。紙すきでインスピレーションを受けた佐渡さん、即興で作品を制作してくれました。躍動感と生命力あふれるパフォーマンス、高知の人の温かさやパワーを表現した作品です。和紙一枚の重みというか、農家の高座の農家の方々であったりとか、紙すき職人であったりとか、みんなの思いが本当にこう層になって重なって出来上がっている紙なので、そんな思いが紙を通して、また佐渡さんの書道パフォーマンスを通していろんな人に伝わればいいなというふうに思います。ジャパンエキスポという舞台に出させていただく上で、皆さんのこうパワーとか高知のエネルギーを一緒に持っていけるということで、すごく嬉しく思っています。その日本の伝統文化っていうのを発信できたら良いなと思っています。佐渡さんは去年、全国規模の書道パフォーマンスの大会で上位に選ばれました。そのことがきっかけで日本文化の博覧会ジャパンエキスポに参加することになったんです。しかし、渡航費やブース代、通訳代など100万円ほどかかるということで、佐渡さんは街中で書の実演会を行ったり、講演会やワークショップを開いたりしています。またインターネットで資金提供を呼びかけるクラウドファンディングも行っているということです。ぜひ高知の伝統文化を一緒にね、海外に持って行っていただいて、広めてもらうために頑張ってほしいですね。はい、この後は特集です。